ドラマ CD 中古でも恋がしたい2。聖一はうちに惚れてるもんね。起きてくれ。おーい、アラミア、朝だぞ。そろそろ起きる時間だぞ。なんだよ、別にまだそんな起きる時間じゃねえだろ。お、アラミア、ようやく起きたな。夢、何この状況で、うわぁ、なぜいる。ここ俺の部屋だよな。そうだぞ。おはようアラミア。おはようアヤメって挨拶しとる場合か。いや、昨日エロゲやってたらどうしてもやってみたくなって。料理番組見てたら作りたくなったみたいに言うなよ。そもそもどうやって入った。清美に頼んで。いつの間に。あいつの電話番号なんて俺も知らないのに。間違ってたか。もう少し思いっきり揺らすべきだったか。あ、それとも毛布を剥ぐべきだったのか。学校で泣く子も泣かすと恐れられていた不良だったのが、髪の毛を黒髪ツインテールにして。私がそのゲームの女よりも可愛くなればいいってことだな。あの告白からなぜこんなことになってしまったのか。アラミア、クリアできないんだけど。今じゃエロゲまでプレイする立派なオタクだ。好き、アラミア君が好きなの。どういうわけか、初芝にまで告白されるという信じられない出来事まであった。ごめんね、ごめんね、夫。いろいろとすれ違いやトラブルはあったが、それから二人は仲直りして、めでたしめでたし、だったのに、未だに、あやめや初芝との妙な関係は続いている。なあ、アラミア、話聞いてるか？ああ、聞いてる。やっぱり幼馴染がやらなきゃダメなのか？あ、いや、妹？確かに、主人公を朝起こすのは、9割方幼馴染か妹だけど、そういう問題じゃなくてだな。妹にはなれないけど、今すぐ幼馴染になる方法とかないか？ねえよ、お前と俺の間にそんな過去はない。私も、せいちゃん、起きてよ、朝ごはん冷めちゃうよって言いたい。あのな、ことこさん、朝ごはん食べてないなら一緒に食べていきませんか？おい、ちょっと待て、清美。今回のことを手引きしたのはお前だろ。何か一言ないのか。うるせえよ、童貞。てめえに聞いてねえよ。ことこさんに粗末なテント見せてないでしょうね。見せるか。つか、朝ごはんのことは分かったから早く出て行け。あんたに朝飯なんてもったいないから、そこらの誇りでも食ってなさいよ。自分の兄なんて言い草だ。はあ、私あんたを兄と思ったこと一度もないんだけど。昔は一応お兄ちゃんとか言ってたくせに。清美、朝ごはん一緒になんていいのか？もちろんいいですよ。父さんと母さんがぜひって。私もことこさんなら大歓迎ですから、早く降りてきてくださいね。はあ、いいな妹って。欲しいならあげるぞ。いや、お前の妹だろ、大事にしてやれよ。エロゲでも主人公は口ではうざったそうにしてても最後は妹を大事にしてるぞ。まさかエロゲで諭されるとは思わなかった。でも大事にする妹にだって限度があるんだ。で、どうするんだ、あやめ。じゃあ今日はアラミアの家のご商売に預かろうかな。アラミア的には大丈夫か？まあいいけど、いつも昼ご飯作ってもらってるしな。母さんもお礼したがってたし。やった。じゃあアラミア、早く着替えて下に来いよな。平穏って得難いものだったんだな。第一章、運命感じちゃった。おはよう。よう、おはよう。今日もあやめと同伴か。おはよう、アラミヤ君。相変わらず仲いいね。おう。別にそんなわけじゃねえっての。
で、なんかクラスが妙に浮き足立ってないか。転校生が来るんだと。転校生？この時期に？珍しすぎるな。ゲームじゃよくある展開だよな。アラミアに転校生とのイベントとか起こらないよな。なんのだよ、主人公じゃあるまいしねえよと、この時は思っていた。そんな旧世代でのお約束など起こらないと。すげえ転校生だな。金髪ギャルでガングロ、しかも巨乳とか。完全に俺らとは相入れないぞ、アラミア。おい、アラミア。あれは、ガングロで面影がないけど。まさか、スアマイブ？そうそう。スアマに、天女と書いて、イブって読むんだ。うちも気に入ってる名前なんで、よろしくぴょん。って、あれ？しまった。おお！もしかして聖一？アラミア聖一？おお！偶然偶然！まさか聖一とクラスメートになるなんて！奇跡？みたいな。久しぶりだな、スワマ。相変わらずだな。ほんと小学生以来じゃん。つーか、スワマって他人行儀だし、さっきみたいにイブって呼びなって。え、何、知り合いなのか。そうだよ。それにしても、うわ、本当に偶然だよね。そうだな。てか偶然偶然言い過ぎじゃね。あれ、そうだっけ。まあ細いことはいいじゃん。いいから、さっさと自己紹介を終えた方がいい。そうだね、そうだね。みんな、うちに何か質問ある？何でも答えるよ。二人か。空いてるよ。ホームルーム終わってから真っ先に教室を出て行ってどうしたんだよ、アラミア。あの子と何かあったんだよね。まあ、いろいろとあったんだよ、あいつとは。小学生の時に騙されたんだ。あのイーブから、好きだった子からラブレターをもらって、遠い公園で待ちぼうけ食らってな。え？なんだそれ。何それ、ひどい。寒い中迷子になって、家にも帰れずにさまよってたら、ひどい風邪ひいて。学校に復帰したら笑われて、しかも相手にはお咎めなしで、俺は一時期不登校になったんだよ。アラミア君、そんなことが。もしかしてリアルの女の子が嫌いなのって。まあ、あれ以来俺は三次元女子を基本的に信用してない。つまりあいつは迷惑ってことか。ありてに言えばそうなるな。よし、じゃあ閉めてこよう。ん？閉めるって、ちょっと待てー！ん？どうかしたか？待て、お前な、つい最近俺らは部活を立ち上げたな、覚えてるか？お前と私に、戸崎に、優香に、清美で。目的は私の噂をなくしてくれるって。ちゃんと覚えていて何よりだ。あいつを閉めたらお前の噂が助長されるだろうが。暴力の OK。 いや、日本語で話してくれ。おい、冗談だよ。できたらイブを閉めるところも含めて冗談だと言ってくれ。あ、そっちも。分かった、ごめん。お前はちょっと拳で物事を解決しようとしすぎだ。じゃあ私が引っ叩いてくる。待てー、初芝、お前も何言ってんだ。お前ならいいってわけじゃない。物騒だな。でも俺はことを荒立てたくないんだよ。とにもかくにも二人とも何もするな。分かった。話が聞こえると思ったらお前たちか。
そろそろチャイムが鳴るぞ。さっさと戻れよ。キリコ姉さん、お前が私を学校で名前で呼ぶとは珍しいな。どうしたんだ？顔色も少し悪いし。そもそもなんでアヤメと初芝がいるんだ？いかがわしいことをしたわけじゃないよな。違うって。じゃなくて違います。さすがにここじゃちょっと。してねえよ。ただ意外な奴がうちのクラスに転校してきただけだ。スワマイブかな。あいつか。職員会議でも聞いたな。そういや、だったらせめて別のクラスに転入させてくれよ。なんでよりによってうちのクラスなんだ。もう記憶の彼方に捨て去ってたからな。もう二度と会うことはないと思ってたし。格好やらなんやらでそれだけで問題児だってわかるだろう。なんで。それはゴーハラかもしれないけど、現状私じゃどうにもできない。嫌ならお前が自分でどうにかしろ。簡単に言うなよな。そりゃ私だってあいつらのやったことを許すつもりはない。でも結局自分のことを克服するには自分で解決するしかないんだよ。多少の頼みや愚痴なら聞いてやれるけどな。それにいつまでもそこをトラウマにしておけないだろ。だから吹っ切れ男の子。はあ、分かったよ。気も抜けたし教室に戻るか。あやめ、初芝。はい。もし何かあったらあいつを支えてやってくれ。もちろんです。そのつもりです。頼むな。これは教師としてじゃなくて私個人のお願いだ。ああ、戻ってきた。どこ行ってたの、聖一。いろいろと聞きたいことがあったのに。え？どうかしたか、イブ。久しぶりに会ったわけだし、せっかくだからこの学校案内してよ。お昼がてらさ、再会も祝して。悪いけど、他を当たってくれ。釣れないの。再会は他じゃ祝せないよ。ちょっと用事もあるから。仕方ないな。誰かお願いできる？聖一の小学校の時の話でもしながら。待て、よくよく考えたら用事は後でもよかった。案内する。アラミア。今のあからさまに不自然な手のひら返しだったな。仕方ないだろう。ちょっと待て、アラミアじゃなくてもいいだろう。何？誰？あやめことこだ。あやめっちね。お前にあやめっちとか呼ばれる筋合いはね。いいじゃん、可愛くて。でもうち聖一と再会できて嬉しいし、今は空気読んでほしいし。空気なんぞ知るか。もしかしてあやめっちと聖一って恋人だったりするの？ちげえよ。まだだけど。じゃあうちと聖一が二人でも問題ないってことで。じゃあね。すまん。あやめ、どっから案内してくれる？楽しいとこがいいな。購買から行くぞ。パンでも食べながらうろつくでいいだろう。おいいねエスコートよろしく。にしてもここに聖一がいるなんてすごいよね。運命感じちゃった。偶然だろ。そっけない。うちら小学生の時超仲良かったじゃん。まるであれだ、夫婦みたいな。聖一ってば、小学生の時って結構目立っててさ。昔のことはどうでもいいよ。つうか、なんでこんな時期に転入してきたんだお前。まあいろいろとね。そのいろいろってなんだ。まあ別にいいけど。まあ聖一はこれからも仲良くしてよね。約束。イエーイ。
い、勉強教えて。なんでだよ。授業わからないから。他を当たれ。ねえ西原、聖一の昔話でもしながら。わかったわかったから教科書を出せ。アラミア、なに、あやめっち。お前にあやめっちなんて呼ばれる筋合いはねえって言ったはずだぞ。釣れないの。あやめっちもイブッチって呼んでもいいよ。お断りだ。それよりも何一緒に勉強しようとしてんだ。勉強するのがいけないの。いや、そういうわけじゃないけど。じゃあいいよね。聖一、ここ教えて。聖一、放課後さ、遊びに行くし。断る。いいじゃん、どっかに買い食い、一緒に行こうよ。金がない。仕方ないな。西原、聖一が小学校の時に。ああもう、わかった、さっさと行くぞ。もう、我慢の限界だ。鬼がおる。コトン、押さえて、ね、ね。やめ、押さえてくれ。無理だ。おい、スワマ、勝手に決めてんじゃねえぞ。それにアラミアは、私たちと部活があるんだ。部活なんて1日ぐらい休んでもいいじゃん。うちと聖一の仲だし、あやめっちに断る必要があるの。そうじゃねえけど。でも、その…終わり。そんじゃね。ほら、行こう聖一。すまん、あやめ。ねえ、ほら、一緒に行こう。離せ、胸を押し付けるな。聖一ってば、もしかして胸が当たってるとか気にしちゃうタイプ。別にいいのに。気にする方が恥ずかしいと思うんだけど。そういう問題か。髪だってこんなにゆるふわなんだからさ、触って触って。何がゆるふわだ。ゆるいのは股で、ふわふわなのは脳みそだろうか。って言えればいいのに。ほらほら。だから、うちプロポーションいいし、味わっておきなって。話せ。プロポーションがいい。ウエストを60以下にしてから出直してこい。なアイドルとかモデルじゃないんだから。第一、あいつらだってサバ読んでるって。芸能界なんぞ知るか。ゲームじゃ60以下が普通だ。うち胸にも自信あるし、ウエストも60は無理でもそれなりに自信あるんだけどな。やかましい。マフィントップを起こしてそうな腹しやがって。マフィントップ、何それ。下着を着て、その縁に贅肉が乗ってるって意味だよ。それがなんでマフィントップなのさ。マフィンって歌詞があるだろ。あれの器からはみ出た部分と似ているからマフィントップというのだ。ああ、なるほど。聖一物知り。うち、かがむとちょっとはみ出るかも。これもマフィントップじゃん。そんな個人情報いらねえ。てか、スカートの中を見せようとするな。離せっての。照れなくていいじゃん。なんで照れてんの。うちらの中なのに。おい、スワマ、そんなにひっつくな。あれ、あやめ、どうしてここに。偶然だな。無理があるだろう。なんで聖一にひっつくのがなんでダメなの。なんでもだ。そんなこと言われる筋合いとかないし。だから胸押し付けるなっての。おい、あやめ、顔が怖いぞ。アラミア、疲れてそうなところ悪いが、すごい噂が流れてるぞ。
そうか、大変だな。一言のように、あやめとスワまで決戦が起こるかもしれないとか言われてるんだが。知らねえよ、面倒見きれねえよ。どう考えても優柔不断のお前のせいだと思うんだがな。あやめがずっと不良の時みたいな怖い顔してるから、こんな噂流れるんだぞ。スワモも物おじしないし、大物だな。分かってるよ、分かってる。私もちょっとアラミヤ君にはモヤモヤしてるよ。初芝、お前まで。嫌なら嫌ってはっきり言えばいいのに。それが簡単にできるなら苦労はしない。言うはやすしだ。ちょこっと注意すればいいだけじゃないの？それがこいつの限界なんですよ、初芝先輩。なんで上級生の教室いるんだよ、清美。というかいつ来た？うっさい。昨日部室行っても誰もいなくて、苦情を言いに来ただけだから。家で言えよ、そんなこと。なんで家であんたに近づかなきゃいけないの？ことこさんたちがいなきゃ来ないわよ。そうかい。とにかく、ことこさんが変な風に言われてるのがあんたが原因なら、どうにかしなさいよ。うんうん、妹さんの言う通りかな。男を見せる時だぞ、アラミエ。戸崎に言われると妙にイラっとくるな。ナイスボートとか言われたくなきゃしっかりやれよ。シャレにならない忠告をありがとうよ。聖一、どれ子？連れションってやつ。お前は性別という概念を知らないのか。男と女で連れションなんて成り立たん。概念なんて難しい言葉使ってないでさ。いいからいいから。悪いが断る。そう、じゃあ他の女子誘って誠一の話を。勝手にしろよ。あれ、もうその手には乗らん。言うなら勝手に言ってくれ。よくよく考えたら、あの時のことをバラされたところでもうどうでもいいことだ。じゃあな。誠一、ちょっと待ってよ。待ってってば。またねえよ、話せ。やだし、話したくないし。なんでそんな態度取っちゃうの？そういう風に昔の話を持ち出すところが気に食わない。俺が昔の話を嫌がることを分かった上ですり寄ってきやがって。なんでそんなもんに俺が付き合わにゃならないんだ。だってうちと誠一は。それにお前のそのガングロは一番受け入れられない。頼むからその顔で近づくな。昔の話をするなら勝手にしてくれ。待ってよ誠一、何か勘違いしてるってば。勘違いしてるのはお前だろうが。いい加減腕を離せ。俺は教室に戻るんだ。お願いだし、見捨てないでよ。知らん。じゃあな。あやめ見てたのか。ごめん、いろいろと私の噂で迷惑かけてるみたいだったから気になって。まあいいけど、とにかくこれであいつと一緒にいることはなくなるから、誰かで構わず不機嫌そうに睨むのはやめろ。お前の噂がまたねじ曲がるぞ。分かった。ごめん。謝らなくていいっての。謝るのは煮え切らない態度とってたこっちだし。とにかく噂を悪化させないためだから。ほら教室戻るぞ。おうよかった。嬉しそうにして。まあ、第2章。ほら、男は度胸でしょ。あやー、遅刻遅刻。あれ、スワマか。なんか、ガングロからすげえ薄くなったな。マジかよ。俺はタイプじゃないけど、あれなら美少女に分類されるぞ。何か言ったのかよ、アラミア。いや、特別何か言った記憶はないが。誠一、メイク変えてみたんだ。どう？いや、
どうって言われてもガングロよりもマシみたいな。なになに？あ、悪くないんじゃないか。だよね、よかったよかった。今日もよろしくね、聖一。嫌がらせか？次の問題を、あやめ！わかりません。こんなのもできないのか！今まで何をやっていた！まったく、授業を最初からやり直させる気か？今までサボっていたツケが回ってきたのだ！当然の結果だぞ、この愚か者が！はい。この方程式は次の授業までに覚えておくように。これで今日の授業を終わりとする。ようやく数学が終わったか。いや、田所のやつ、雷神の異名にたがわぬすげえ剣幕だったな。親でも殺されたのかってぐらいに。まあ、見下すような言動は目に余ったけど、言ってたことは事実だからな。特にツケが回ってきたところとか。そのごめん。でももうちょっと言い方があるんじゃないのかな。言い返さなかったり無視したりしなかっただけ上出来だろ。今までの分、教師たちもここぞとばかりに反撃に出てきてるな。そろそろ中間テストも近いし、勉強はしないといけないよね。あやめ、お前さっきの小テストいくつだった？91点。俺よりいいだと？お前って成績悪いんじゃ。反転するとだけど。何言ってんだこいつは。テスト用紙を逆さまにした数字ってどうするの、コットン。91を反転ってことは16点。って低っ。おいおい、あのテスト平均点多分70点台後半だぞ。1年の時は全く勉強してなかったからな。お前よくそれで進級できたな。ただだとすれば余計に勉強しておいた方がいいだろう。それで真面目なやつって印象になって噂も断ち切れるかもしれないしな。勉強するってどうするの、アラミア君？図書室に行こうぜ、勉強会だ。いいのか、そんな普通の学生みたいなこと。俺らは普通の学生だぞ。これどういう意味だ？ちょっとこれわかんないって。なんで、どうして、こんなの中学の問題だよ。ごめん。ごめんじゃなくて、ほら、じゃあ次はここだよ、ちゃんとやってね。味噌をつけるの意味？なんでいきなり料理の話してんだ？失敗して評判を落とすことを言うの。問題で料理の話なんてしてなかったでしょ、察して。はい。次はパターンを漢字2文字にしろ。パのつく漢字なんてあったっけ？そういう意味じゃない。類型とか様式とかあるでしょ、問題をバカにしてるの。そういうことはないです。はい。いい加減にしないとしばくよ。うわ、初芝怖い。あやめが刀して。あやめに勉強を教える段になっていきなり表現したな。これはなし。いや、これはこれであり。何を悩んでるんだお前は。次の単語の対義語を言っていってね。陥没、道路、自然、災害、原因、救命、単純、作業。全部全然違う。陥没は隆起、自然は人工で、原因は結果で、単純は複雑。熟語じゃなくて対義語って言ってるでしょ。問題一からやり直し。すいません。もう少し声小さくしようぜ、図書室なんだし。まあ俺ら以外も結構騒がしいみたいだし、セーフじゃね。ほら、あそことか。ほら来なさいってば。別に取って食われるわけでもないんだし。でも清美ちゃん、
あやめ先輩怖いって言われてるし。噂なんて信じてどうするの。ほら、男は度胸でしょ。はう。でも会いたいって言ったのはあんたじゃないの。せっかく図書委員のあんたのフィールドにいるんだから、こんなチャンスないわよ。そうだけど。ありゃ清美じゃねえかよ。こっちに来るな、誰か連れて。あやめ先輩、ちょっとよろしいでしょうか。なんだ。すみません。睨むな、あやめ。そして脅かすな。いや、睨んだわけじゃ。で、誰だよ、清美。ほら、自己紹介しなさい。はい。斉谷龍馬って言います。一年生です。あのさ、斉谷だっけ。つかぬことを聞いていいかな。はい。君、なんで男子の制服着てるの。罰ゲームか何か。僕、男です。はぁ、嘘だろ。ありえないだろ。性染色体仕事サボりすぎだ。どこの議事上染色体領域で涼んでるんだよ。何言ってんのあんたは。日本語喋りなさいよ。自分の制服が濡れて男子の制服借りてるとかじゃないの。違います。よく言われますけど、本当に男です。マジかよ。リアル男の子とかねえよ。ねえ、ついてる人間とは思えねえ。いや、ちょっと信じられないんだけど。確認させてもらえるかな。待て、戸崎。女だったらどうするんだ。いや、ですから僕は男で。じゃあ、優香が確認するけど。男だったらあれがポロンとこぼれるんだぞ。大丈夫か。あの、聞いてますか。男子なんですけど。まあ、性別についてはいいだろ。永遠の謎で。謎じゃないです、男なんですよ。本当に男みたいだから。まあ、トイレに行くと驚かれるみたいだけど。お前も確証がねえのかよ。そりゃ、この子が男子トイレに入ってきたらビビるわ。それで、あやめに用なんだったな。はい。あの、それで、ですね。あやめ先輩。ああ、だから凄むのをやめろと言ってるだろう。かつあげから助けてくれてありがとうございました。あやめに助けられたのか。はい。以前あやめ先輩に助けてもらって、でも僕あの時お礼を一言も言えなくて、本当にすみません。あれからずっと後悔してました。いや、その別に私を助けてくれて嬉しかったです。いや、その あの、なんでも あれ、やめ。どういたしまして。よかったな、報われて。お礼が言えてよかったです。見ろ、あやめ、これが女の笑顔だ。はあ、確かにすごい破壊力だな。納得しないでくださいよ。僕は男です。始めてからだいたい2時間くらいか。なかなか一気には進まんな。ま、ゆっくりやればいいんじゃね。二人が花を摘みに行ってる間は休憩ってことで。誠一ってば、こんなところで何悩んでんの。まっちめイブかよ。図書室にいて教科書を広げてるんだから勉強してるに決まってるだろ。帰れ。ひどい。なんでそういうこと言うし。俺とお前の間柄なんてそんなもんだろ。なんか誠一機嫌悪い。お前が来たからな。昔と違ってそっけないな。仕方ないから、うちもう帰るし。何しに来たんだあいつは。お疲れ様です、アラミア先輩、戸崎先輩。
ちょっと声が大きいですよ。あー、サイニャンの声は癒されるな。なぜ女の子じゃないんだ。ごめんな、サイタニ。こいつちょっと脳がおかしいんだ。いや、むしろ男だからいいのでは。二次元とリアルをごっちゃにするなよ。うわー、これでもちゃんと筋トレとかしてるんですよ。どれ、ちょっと腕触らせてくれ。うん、筋肉なくないか。おい、アラミア、ずるいぞ。自分ばっかりサイニャンにベタベタと。トザキ、お前初芝はどうしたんだよ。いや、男の子は別腹っていうか別穴っていうか。お前ドン引きするほどすっげえ最低なこと言ってるな。待ってサイニャン、そんなに後ずさらないで。あ、冗談冗談だから。てか、あんたも気安く触りすぎでしょ。お前もいたのかよ。別にいいだろ、戸籍上は男と男なんだし。あんたと龍馬が二人でいると犯罪の匂いしか感じないし。何がどう犯罪なんだよ。言わなくてもわかるでしょ。前世は誰かで構わず襲いそうな鬼畜だったんじゃないの。やかましい。お前は前世アフロディーテとかだろ絶対。それって褒め言葉になってませんか。アフロディーテって愛とか美とかを司るはずじゃ。違うぞサイタニ、夫がいるのに先人アレスを真っ昼間から引き込むわ、アドニスに惚れるわで飛んだビッチなんだ。しかもイケメンにしか興味がないあたりもそっくりだぞ。龍馬に変なオタク知識吹き込まないでよ。ちょっと清美ちゃん、引っ張らないでよ。っていうか、お兄さんと仲良くしようよ。私の辞書には兄なんて言葉載ってない。昔は俺の後ろにくっついてたくせに。幼稚園の頃とかは脳幹だから。どういう理屈だ。二人とも仲良くしましょうよ。お前ら、ここが図書室だってことを忘れてないか。びっくりした。初芝が戻ってきたのかよ。図書室だってのに迷惑な。でもなんかすげえ深刻な顔してるんだけど。まさか。おい初芝、あやめに何があった。カツアゲに。どこだ。ユカたちの校舎の外に。アラミア、廊下を走るな。すいません。田所じゃねえか。まずい奴に見られた。説教確定じゃねえか。くそ。すまん、ちょっとどいてくれ。何するのって、スイチイブ、なんでここに。喧嘩だって言うから気になって。そしたら野獣馬に巻き込まれたんだよ。調子乗ってんじゃねえぞ、あやめ。てめえ、ほんといい加減にしろよ。嘘だろ、あやめ、喧嘩なんて。やっぱり乱暴だよ、あの子。あの男子、血出てるからきっと殴ったんだし。聖地も付き合って殴られたりしないの。大丈夫。手に血がついてる。あいつがこんな噂を助長するような真似を。そんなバカじゃないはずだろ。アラミア、なんでここに。今は喧嘩を止める方が先だ。なんだてめ、邪魔すんな。うるせえ、頭を冷やせ。離せ。いいからおとなしく。って、あれ、あやめ、その手についてる血って。貴様ら、何を騒いでいる。雷神。田所先生、待ってください。あやめは怪我なんてさせ。アラミア、お前はひとまず黙っていろ。話は当事者から聞く。それから廊下を走っていた件についてはこの後だ。やっぱり見逃されないのか。さて、そこの三人、何があったと聞いている。その二人がカツアゲをしていたから止めました。それであやめ、お前はこいつらを傷つけたのか。傷つけたのかどうかと聞いている。傷つけました。言い訳はしないです。私が関わらなければそんな怪我をしなかったから。なぜ関わった。
カツアゲはやってはならないことではある。しかしお前が介入すれば喧嘩になることは分かっていたはずだ。他に選択肢はなかったのか？金は大事なものです。あれは稼ぐものであって人から奪うものじゃない。だから奪われるところを見てられなかった。一発の口を聞く。まあいい、今回は不問にしてやる。え？マジで？次からはすぐに教師を呼べ。我々を信用しろ。奪われたものは耳を揃えて返させる。ちょっと待てよ。こいつを怪我させたのに不問かよ。怪我をさせた、だと？そうだ。見えすいた言い訳をするな。その怪我の箇所は額だ。あやめが殴ったと言いたいのだろうがな。さて、他に何か言えることがあるか？あやめの手に血がついてるだろうが。血液が付着しているだけだ。殴った後、拳に傷がない。大方あやめに殴りかかって勝手に転んで壁に真正面から額をぶつけたとか、そんなところだろう。そこの壁に擦ったように血もへばりついているからな。おい、これまずくね？生徒の辞儀のような嘘を見抜けないほどこの田所は甘くない。保健室で手当てをするついでに、カツアゲの件についてたっぷり話をするぞ。この私に虚言を浪したこともな。親御さんを交えてだ。すいません、勘弁してください。それとアラミア！はい。廊下をあんな速度で走ったことを私が感化すると思うなよ。明日反省文を書かせてやる。明日までにしっかりと内容を考えておくんだな。強く引っ張らないで。はぁ、アラミア、お前はなんでこういう面倒ごとに首を突っ込むかな。まあ運が良かったな。田所は気づいてもあやめを責めるかと思ってたし。その助けに来てくれて、サンキュー。上目遣いで見るな。ドキッとする。え、マジで？言葉のあやだ。もう喧嘩に割り込んで止めるなんてこと絶対にしないからな。荒事は嫌いなんだっての。つか、なんで怪我させてないのに手に血がついてたんだよ。いや、あいつが転んで流血して大丈夫かって手を差し出そうとしたら、向こうが立った時に頭がぶつかって。まったく間の悪いやつだな、本当に。でもアラミア、もしかして最初から分かってた？まあ今さら喧嘩をするようには思えなかったしな。そっか。貴様、ここまで何をやってきた？すみません。なぜこの程度の問題もわからん？中学からやり直せ。やめっち、この問題もわかんないようじゃ中間やばいって。そんなことわかってるっての。あやめ、無駄口を叩くな。それに貴様もだ。すまま、転校前に勉強をしてなかったか？小学生からやり直すか？うちも？すんません。次の授業までにこれが解けなかったら、期末考査を待つまでもなく貴様らの夏休みを補習漬けにしてやる。覚悟するんだな。結局不器用なんだな、この人も。アラミア、貴様何をニヤついている？いや、そんなことは。笑えなくしてやってもいいんだぞ。授業は集中して聞け。はい。中間考査で平均点を下回った者はそれ相応の地獄を見せてやるからな。しっかりと勉学に励むように。第3章。私はずっとそばにいるから。ささ、ことこさん、どうぞどうぞ。
イカ臭い部屋ですが。お前、意味わかって言ってんだろうな。そもそも消臭剤かけてるっての。お邪魔します。そういえば、ねえ童貞さん、中間考査の結果帰ってきたんでしょ。で、琴子さんをあんなに勉強させて赤点も免れて、これで何にもなしって人間としてどうなの。ま、童貞は人間じゃなくてミドリムシよりも下等な生物だけどさ。得意げな顔して何がミドリムシだ。お前はミドリムシがもたらす可能性を知らんのか。どうでもいいからそんなこと。それよりコトコさんにご褒美とかあげることを考えなさいよ童貞。ご褒美だわ。別に誰も困らないじゃない。あんたの懐が痛むだけでしょ。アホ。まあ一理はあるか。あやめ、ちょっと待ってろ。渡せるものならあるから。サンキュー。礼なら清見に行ってくれ。俺にはその考えもなかったからな。まったく気が利かないんだから。すいませんね琴子さん、こいつ童貞の中でも一番格下の素人童貞なもので。清見、お前意味分かって言ってるのか。ほっとけよ。確かこの中にあったと思ったんだけど。あった。プリンセスウィークデーの初回特典。これってリティがつけてたリンゴのブローチ。ああ、そうだ。気に入らないなら。いや、欲しい。ありがとう。そんながっつくなってのやるからさ。これ欲しかったんだ。結構ネットオークションでも探してたんだけどなくてさ。そこまで欲しかったのか。そんなのでいいんですか。もっとすごいの頼みましょうよ。純金のネックレスとか高く売れますよ。なんで売ること前提なんだよ。だって童貞のプレゼントとか置いておくと変な匂いしそうだし。しねえよ。清見、私はこれがいいんだ。うん、琴子さんがそう言うならいいですけど。まあ俺の押し入れの肥やしになるよりは使われた方がいいだろうし、大事にしてくれよ。ああ、家宝にする。そこまでするな。おはよう。おはよう。って、早速ブローチつけてきたのか。いいだろ、つけてても違和感はないし。ああ、いいな。私もなんか欲しいな。なんでだよ。私もアラミヤ君のお役に立ってると思うんだけどな。んなこと言われてもな。でも本当に二人とも仲良くなったよね。やっぱり恋人なんじゃないの。あのな、違うよね。イブだって聖一はうちに惚れてるもんね。うちのラブレターにもちゃんと答えてくれて。何を言ってるんだイブ。違う。今も聖一はうちに惚れて。違う、俺は騙されただけなんだ。確かに小学生の頃はこいつを好きで、ラブレターで呼び出されて遠い公園で待ちぼうけを食わされてひどい目にもあった。もう忘れられたと思ったのに。すごく寒い。口が動かない。大丈夫。あやめ、手を握ってくれてるのか。私はお前に返せないほどの恩がある。お前がどれだけバカにされようと私はずっとそばにいるから。凍えるような寒さだったのに少しずつ暖かくなっていく。これはあやめが手を握ってくれてるおかげか。スワマさん、何言ってんの。アラミヤ君の好みから10光年かけ離れてるじゃない。そんななりでアラミヤ君が惚れると思ってんの。思い上がりもいい加減にしなさいよ。ああ、全く違うな。悪いが、お前さんの言っていることはデタラメだ。何を言ってるかわからなかったけど、二人もしっかりと否定してくれてる。だったら俺自身が言わなきゃダメだ。違わないもん。聖一はあの日以来うちと恋人で。なわけねえだろ。聖一、俺はお前に騙されたんだよ。よくも俺を町外れの公園なんぞに放置してくれたな。肺炎になって死ぬかもしれなかったんだぞ。あれで俺の人生がどれだけ変わったと思ってるんだ。100年の恋も冷めるわ。うちに騙された？いろいろあったさ。登校拒否になりかけたこともあった。
やけになったこともあった。でももうあの頃とは違うんだよ、リブ。俺はもうお前とは違う道を進んでいる。その道は真っ当とは言えないかもしれないけど、そんな道にいる俺を好きだと言ってくれる奴がいる。だからもう昔に戻るつもりはない。だからはっきり言ってやる。俺はお前がこの世界の中で一番大嫌いだ。自販機までジュースでも買いに行ってくる。叫びすぎで喉が枯れちまったからな。あとは好きにしてくれ。伝えるべき言葉を伝えた。おい、アラミア。サンキューな、アユメ。何が？その、なんだ？手を握ってくれてたことというか、おかげで温かかったっていうか。いや、こんな手ぐらい、いつだって握っていいぞ。だからって、今ここで握らんでもいい。なんで？どうして？聖一、なんだか、絶対おかしい。だったら、もう手段なんて選んでる場合じゃないし。あれ、どこだ、ここ。体育倉庫。俺、確か6時間目の体育が終わって、サッカーボールを片付けに来て。ごめんね、聖一。ちょっと縛らせてもらったし。そうか。お前か、イブ。後ろからスタンガンを食らって。これで聖一は動けないよ。いや、お前、これ犯罪だから、やめろって、マジで。っていうか、馬乗りになるな。うち、転校してきて、聖一見たとき、マジ運命だと思ったんだよ。聞けよ、人の話。でも、聖一のそばにはいつもあのあやめっちがいて。昔みたいに、聖一のそばにいるには、引き離すしかないと思ったんだ。うちだって、小学校のとき、聖一のことを好きな女の一人だったんだよ。それが、ラブレターの告白を受けてくれて、うち、嬉しかった。何を言ってんだ、お前。何って、うちら両思いだったじゃん。うち、ラブレター出して、それで聖一はちゃんと指定した場所に行ってくれたんでしょ。それで、おまじないは成立したんだよ。おまじない。だと。そうだよ。あの時、アコッチに教えてもらったんだよ。ラブレター出して、彼が指定した場所に行ってくれれば、両思いって。だから、アコッチに退出してもらって。バラエティでやってたもの、お前が真似したんじゃないのか。アコッチがそう言ってたのを、うちがやったんだってば。永遠の絆を得られるおまじないだって。ラブレターで人を呼び出して、お前が来ないことがか。そう！まさか、お前も騙されてたとか言うんじゃないだろうな。ラブレターの返事、OK だと思ってた。風邪ひいたんだぞ。肺炎になったんだぞ。アコッチはその方がいいんだって言ってたんだよ。あれ以来、お前と仲良くした日がそもそもなかっただろう。付き合ってなかったはずだ。アコッチは1年は我慢の時間でベタベタしない方がいいって。1年経ったら卒業だったろうが。アコッチと完全に騙されてるな。アコッチがその方がいいからって、中学からガングロにして別にしたくなかったのに。でも聖一はこんな黒いの嫌だって言うから。要するにこいつは俺の予想すらはるかに超えたバカで、完全に騙された側の女だったってことかよ。そんなのありかよ。
った。ずっと俺はこいつを恨んでいたのに、今さらはしごを外されても困るんだよ。うちアコッチと学校が別になってから本当に人とつるまなくなっちゃって、変なレッテルも貼られて、それで環境を変えるために転校してきたんだよ。そしたら誠一がいて、マジ奇跡だと思った。でも誠一は別の女と付き合ってるっぽいし。あやめとは付き合ってねえけどな。どうでもいいから解放してくれ。お前こんなことやって厳重注意じゃ済まないぞ。だからうちは取り戻すんだ、誠一を。待て、なぜ俺の短パンに手をかける。何する気だ。セックス。はあ、誠一と物理的につながって既成事実を作るんだ。ふざけんな。リアルで童貞喪失とか絶対嫌だ。せめて仮想世界と決めてるんだ。もう誠一も諦めなよ、気持ちいいんだって。うちが痛いだけで。知るかそんなの。誠一だって女の子の裸に興味あるっしょ。諦めて受け入れてくれれば、胸も太ももも脇も大事なところも全部誠一の好きにしていいし。はあ、お前みたいなやつに欲情なんか1ミリもしねえんだよ、バーカ。なこと言ってもこっちは素直じゃん、ほったってんじゃん。本能に神経は逆らえねえんだよ。つうか立場逆だろ、それは男のセリフじゃねえのか。いいから任せておきなってば。ちゃんと DVD とか見て練習してたんだから。いいからやめろ。少女と童貞のコラボなんて現実じゃろくなことにならねえ。知らないし、そんなのやめろ。パンツが、パンツが俺の最後の砦が。アラミア、無事か。戸崎から体育倉庫に片付けに行ってるって聞いたんだ。しかもイブまでいねえし、嫌な予感がしたけど大丈夫か。か、鍵をもらってきてくれ。鍵なら全部こっちにあるもんね。あやめっちに入る手段はないよ。なんて用意周到なやつだ、こんな時だけ頭を働かせやがって。あやめっち、誠一はうちのもんだから。誠一の童貞うちがもらうから。ふざけんなよ、アラニアの童貞は私のもんだ。もうやだ、なんてひどい会話だ。諦めた？そこで聞いててよ、うちと誠一の喘ぎ声を。いやだ、喘ぎ声なんて出したくねえ。もう誠一もいい加減諦めて楽になりなよ、気持ちいいよ。幕から声出してる身で知ったふうなこと言ってんな。待ってろアラミア。南近城は外れやすいんだよ。こんなところでアラミアのブローチが役に立つとは思わなかった。おい、お前は触れちゃなんねえもんに触れたぞ。な、何よ、何なのよ。うちが何したっていうの。婚約者とよりを戻そうとしただけだし。ああ なんなのよ。殴ったら先生に言いつけて。やかましい。おい、あやめ、拳を振り上げて何をする気だ。殴ったら。お前はアラミアの心も、そして体も傷つけた。本当に。あやめ、やめろ。これ以上アラミアに女を失望させるんじゃねえ。アラミアは閉じてた心を、もしかしたら開きかけてたかもしれねえんだ。それなのに、お前みたいなバカ女がこんなくだらない手を使って。
アラミアが求めているものは全然違うんだよ。お前がもっと言うべき言葉があるだろうが。何を言えって言うの。あんなの分かんないよ。お前はな、アラミアの心を傷つけた。修復できないほど深く。きっかけや動機はどうあれ、やったことは最悪で非難されるべきことだ。でもお前自身が昔アラミアに対してどんなことをしたのか、そして今どんなことをしようとしたのか、一度真正面から真剣に逃げないで考えてみろ。真剣に。そうすりゃ見えてくるものもあるだろう。それすらできないならお前はアラミアの恋人でもアラミアのヒロインでもない。そんな女は私が一生アラミアには近づけさせねえからな。ことこさん、初芝先輩、部活行くところですか？ご一緒します。お前また来たのか。部員だから当たり前でしょ。でも私ことこさんと初芝先輩に会いに来てるだけだから。知ってる。あれ、誰かいる。スワマだ。定額明けのせいか今日はやけにおとなしかったけど。何の用だろうね。まさかリベンジとか。あのなんだ。ごめんなさい、聖一、あやめっちも。うち、本当にバカで、自分のやってたことを、いろいろと、その、全然わかってなくて。停学中、ずっと自分の行動を顧みて、聖一をずっと傷つけてたんだね。本当にごめんなさい。わかったみたいだな。その許してほしいわけじゃなくて、でもそのあの時のこと謝ってなかったから、絶対に謝っておかなきゃって思って。まあ、私に謝る必要ねえだろう。むしろこれはアラミアの問題だしな。どうする？俺は、もういいよ。ちょっとアラミア君、この子を許すの？もういいんだよ。恨み続けるのも疲れてきたし。ありがとう、二人とも。うち感激。なあ、くっつくな。おい、気安くアラミアに抱きつくな。それに聖一の部活に入ることも決めたから、先生にも許可もらってきたよ。はあ、つうわけだ。私が許可しておいたよ、小谷先生。突然出てきて余計なことを。ん？何か言ったか？いや、何も。活動内容はあやめっちの噂撲滅なんでしょ？うち頑張るよ。しっかりとハンコが押されてる。してやられたな。ま、いいんじゃね。まあいいけどさ、あやめの噂をなくす人材は多い方がいいし、俺が働かなくてもいいぐらい頑張ってくれ。ほんとアラミア、あやめに対してツンデレだな。素直にお前のために頑張るって言えばいいじゃんよ。違うって。な、これはあやめのためじゃなくて俺のため。そこを履き違えるな。聞きました、戸崎さん。ええ、
聞きましたよ、初芝さん。お前らうざい。まあ、なんとかなるだろう。な、アラミア。まあ、そうだな。さて、まずは何をすりゃいいもんかな。とりあえず、部室行ってから考えようぜ。この6人でやれることをさ。そうだね、ゴッタン。うん、うちも頑張ってあん出しするよ。だから、聖一、やり直そう。は？やり直すって何が？今度こそ、本当に恋人になればいいんだし。はぁ、あ、何言ってんの？何言ってんだお前、下の根の乾かないうちに。ちゃんと聖一の言うこと聞くし。ふざけんな、認めねえ、絶対認めねえ。なめるわけないでしょ。いや、認めるとか認めないじゃなくて、てか、聞いてねえ。物好きっているんだね。まあ、頑張ってくれ、アラミア。騒がしくなりそうでうんざりだ。まあ、よくわかんないけど、みんなの言い分はわかったし、言い分だけに？あれ？うまいこと言えちゃった？